皆さんこんにちは、シリウスよしきです。今日は、ハワイ島、ハワイ島じゃないか、オアフ島か。あ、いや、ハワイ島。ハワイ島？うん、戻ってきました。ハワイ島在住の野崎ゆりさんとお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何かありますか、ゆりかさんから。今日いきなりなんでね。はい、僕はいっぱいあるんですけど、ちょっと面白い。本当どう、何？どういうことで？あのね、すごい素朴なことなんですけど、さっきこのズームをつなぐときに、パスワード2個目の、やつをつなぎ直して出した時のパスワードが、はい、E51 だったんですよね。うん。そうですね。E51 だなと思って。そんなことだ。エリア51ってほら言うじゃないですか。ああ、ほんとだ。あの秘密基地っていうかさ、そのね、うん、エリア51。しかも LVF、レベル F、なんだろうなと思ってね。うんうん、はい、まあ、そんなことないんですけど、僕は、ね、いや、結構こういうの好きなんですよね。こう、ああ、ね、偶然のように見える、なんかね。そう。レベル F。レベル F ってなんかアメリカで意味とかってあったりします？どうだろう、レベル F。まあ、レベルフリークエンシー、ね、っていうことか、わからないけど。なんだろうね、はい。うん、まあ、そんな、こういう偶然の一致がすごいね、僕なんかはちょっと気になって。うん、わざわざつなぎ直したら、ね、E51 になってたんですね。うん。はい。はい。まあ、今日ちょっと前回最後の方にその、ゆりかさんがこう、言ってた、うんうん、バーバラ・アンブレナンのそのヒーリングスクールの時の話とかね、うんうん、そういうのを、あ、はいはい、やるなと、前回の最後に思ってたんですけどもね。ああ、うんうん。ね、今日2回目だから、前回の続きみたいな感じでお話ししていくのもいいかなって感じですね。やっぱりヒーリングって言うと、なかなかマイノリティなカルチャーでもある。うん。難しいですよね。すごい、目に見えない領域を扱うから、怪しいっていうふうに思われるし、いろんな考えがあるからね。うん、すごい感覚的なところだからね。うんうん。うん、その辺で、まあ、うんうん。ね、体感があったりとか、知覚感覚がだんだん発達してくると、すごく、ね、リアリティな世界、領域でもあるっていう感じですね。うん。ユースキさんのヒーリングなんかまさしくそうですもんね。ユースキさんしかわからないみたいな、ね。そう。説明のしようがないっていうかね。あ、そうですか。そうでもない？まあ、全く同じ感覚を共有するっていうのはないと思うんですけど、うん、例えばね、面白いのは、昨日なんかはね、お客さんが、腕が痛いっていう人が来たんですよね。うん、で、ヒーリングしてる最中に、すっごいその腕がね、こう、痛くなってきたんです。うん。で、キューって痛くなってきて、その痛くなった部分が、まあ、ある程度ピークに達すると、シューって取れる。っていうような、その、体感ですよね。まあ、もちろんみんなにあるわけじゃないんですけど、出るときはある。そうすると、やっぱりその、なんだろう。何にもないよりは、やっぱ何かあるんだなとか、何か起こってるんだなっていうのは、こう、分かってもらいやすい。確かにね。うん、遠隔とかでもね、まあ実際にエネルギーって時空を超えてこう瞬時にこう意識でつながるっていうところがあるけれど、遠隔なんかも結構リアルにガッとこうエネルギーがつながった感覚があったり、ね、うん、時間になってディスコネクトしたらストンとこう我に戻った感じで目が覚めたりとか、うん、でそういうなんかエネルギーが来た、あ、消えた、ディスコネクトしたっていうのは結構多くの人が感じたりね、してますよね。うん。なんか結構そういう感じで、何気なく体感はしてるけど意識化されてない領域かもしれないですよね。うんうん、で、そこに意識を向ければ向けるほど、なんかこう、体感もあったりすると、リアリティを持ってくる。うんうん、ね、そういうところ、そういう生活が
あるかなと。で、まあ、僕はね、最初冒頭で言ったバーバラ・アンブレナ・ヒーリング・ユニバーシティ？スクール、スクール・オブ・ヒーリング。うん、4年生のね、カリキュラムだから、大学のバチュラーディグリーが取れたりする。うんうん、だから大学と同クラスの、うんうん、扱いなんだけれども、まあ、取らない選択もあって、結構ね、私言ってたのがもう随分前、20年ぐらい前になるんですけど。10年前でも、10年前じゃ結構最近だよ。20年前。20年前。ちょっと前。そう、まだ私が若い頃ですよ。それでね、英語とかもそんなにでペラペラ喋れるわけじゃないね、日本に暮らしていたから。だから、英語のクラスと日本語の通訳付きがあるけど、日本語のクラスに、英語のクラスに入るともうわかんないわけ、落ち着かないの、うんうん。夕方の5時になるともう頭が疲れて、何言われても寝ちゃうぐらい脳が疲れる。うん。でも、ちょっとずつ、少しずつは、まあ、慣れてくるっていうのもあるけど、やっぱ限界があってね、2年目は通訳付きのクラスに入ったりして。うん。あ、そういうクラスもあるんですか？うん、ある。でも学費が倍になっちゃう。通訳代が高くて。どうですか、値段が。だからちょっとわかる人はね、すごい悩むところですけど、英語で聞いて、で、その次に通訳さんが通訳してくれるのを聞いて、自分でこう確認できるから、すごくそれは良かった。ね、だからその、あれだよ ね、その、エネルギーがすごいですよね、やっぱりね。その、まあお金もほら、かかるし、もう住むとこも変わるし、時間も結局、1年以上やるでしょ、その。うん、4年生だから、まあ1年コミットでもいいけど、1年のうち5回、例えばニューヨークに会った時は、ニューヨークに通うからね、世界中から人が。すごいエネルギーっていうか、そういうの、なんだろう。時間もそうだし、やる気もそうだし、お金もそうだし、まあ、そう。で、なんて言うんだろう、エネルギーのこう、渦っていうかね、そういうふうな、こう、ことがこう、あるってこと自体、まずね、あったということ自体が、まずその、なんて言うんだろう。多分これをね、見てくださる皆さん、ほとんど知らないと思うんですよね。そうですね。ちょっと世代がね、20年も前だから、ジェネレーション変わってたりするけど、今またオンライン化になってね、ここからの人たちは全然、そんなヒーリングの勉強するのに、大学の単位が取れて4年生でみたいな。そこに世界に。まあ、怪しげな世界をね、その、ババ・ブレナンっていう女性は科学者であり、サイキックであり、ヒーラーであり、セラピスト。ね、NASA の物理学者でもあったから、その見えない世界を、こう、形にストラクチャーレベルに落とし込むことができたんだよね。そうだから、お医者さんもナースも、学校の先生も、そういう、ちょっと、ね、疑わしいじゃないとか言いそうなタイプの人がガーッとこう学べる、そういう場を作ってくれて、そうなんですよ。だからその、まあ僕は直接お会いしたことはないんだけど、まあゆりかさんは直接ね、お会いしたことは何度もあったんですよね。でその、だから、バーバラ、プロ作ったバーバラさんは、もともとその、幼少期からそういうサイキック能力っていうのは、もう出てきていて、して、まあ、その、科学の道に進むんだけど、それで NASA の物理学者になるわけですよね。うん。それを引退されてから、そのヒーリングスクールを、4年生のヒーリングスクールを作ったってことですよね。そうですね。引退する前ぐらいからセラピーとかヒーリングの、まあ、すごい、特殊な能力があったから、それを磨きながら、移行していったっていうことですよね。まあ、そういう、ね、インフォメーションもお届けしたいなと思うんですけどね。ああ、そうですよね。詳しい人たちっていうのは、そのもう、知ってるからね、それをね、その時代の、そのいろんな経緯を知ってるからね。このまた初めて、っていう人がいっぱいいると思うんですよね。まあそうだね。じゃあ簡単に説明すると、バーバラ・ブレーナン・ヒーリング・スクール、ね、BBSH、ね。当時はニューヨーク、そしてその後マイアミ。で、もうバーバラさんはね、引退されてるんですよ。現在。はい、で、
はい。当時のトップクラスのティーチャーだった人たちが学校を買い取って、うん、今、やっていてね、うん。で、今オンラインでしょ？すべてがコロナでね、うん。で、この学校もオンラインでいろいろ受けれるようになっていて、うん、もう来年になると日本でもオンライン化して、BBSHJ っていうね、はい、ハイブリッド校を開校する予定があるそうなので、興味がある人は、うん、ちょっとサーチして、見るといいと思うね、うんうんうん。で、当時は私が行ってた時はもう世界の本当に、まあ当時、ヒーリングっていうのもすごい着目されていたから、世界中から500人ぐらいの人が集まって、ね、学校っていうのをその、年に5回開催されていたわけ。うん。で、みんな家に戻って宿題とかするの。で、光の手とか癒しの光が教科書でね、彼女の著書が。うん。でもそのアメリカっていうのはさ、国民的にものすごいセラピーとかヒーリング、すごいやる人が多いね。自分の弁護士とセラピスト持ってるとかいう人は結構いてね、うん、エグゼクティブでも。うん。だから、ものすごい世界中から興味のある人がそこに集中していたし、レベルはすごい高いことを追求する人たちが集まっていて、ね、結構歴史的に名前のあるような人たちがゲストスピーカーで教えに来てくれたりとかしたから、ものすごい、その、知識的な水準が高い、うん、セラピストとかも世界一流の人たちと接点を持てるっていう場でもあったから、その学校に集まる人も結構勉強してる、すごいね、経験のある人や、うん、すごいトラウマをなんとかしたいっていう、すごいパッションを持ってる人とかが集まってるから、学校のその場のエネルギーはものすごいみっちりして、うんうん、そしてその、やっぱりスピリットガイドとか、ヒーリングガイドとか、その見えない領域もすごい一緒にワークしてる感じなのね。うん、だから普通の、ヒーリングをしてるときには起こらないようなヒーリング の効果や反応が学校というフィールドでやるとボカスが起こる。エクソシストみたいなことが起こったりとか、こんなこと私がヒーリングしてて起こっちゃうのみたいなことが起こりやすい場になってるわけ。それはもうガイドが一緒に手伝ってくる。その包まれてることが明らか。高次元の。いや、それはね、うん、もうそれを、ちゃんと招き入れながらその場を設定してあるんだよね、学校って。うん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 、自分たちだけがやるわけじゃない。今はね、マイアミにあって、でもこのコロナだから、いろんな形でちょっと縮小化して、カリフォルニアとかイギリスとかで、うんうん、ハイブリッド校っていう形でね、現地のニーズがあればやりますっていう感じになってて、うんうん、日本でもやるみたいですよ。おー、それは楽しみですね。ね。例えばそのほら、高次元の波動がわーっとその、学校をやってるときに、こう、包んできて、うん、その、やっぱりこう、ダイナミックな、こう、ヒーリングが起きるっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。うん、具体的にどんなことが、こう、印象に残ってますか？起きた中のいくつか。やっぱりなんだろうか、自分のその、高知覚感覚っていうのもすごくなんかオープンになる、うんうん、から、こう、ヒーリングのプラクティスとかしていてね、例えば、内臓の修復、ね、臓器の修復みたいなヒーリングのスキルをやってるとすると、うん、もう本当にそのエネルギーがピーンって体の中入ってきて、うん、こう腎臓なりをこう辿っているっていう感覚がね、うん、レーザーみたいに感じたりとか、だから、うん、そのエネルギーを感じたりとか、うんうんうん、すごいリアルに感じたりするわけ。あ、内臓の。でもなかなか自分の生活の場に入ってやると、そこまで感じなかったりね。ああ、うん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 。うん、で、自分もこうヒーリングしているときに、こう、エネルギーをこうガンガンチャージをしていくと、その受けてる人が体がもうこんな波打っちゃったりするわけ。その、ガーガー泣いちゃったりするわけ。うん。泣くのはなんとなくね、イメージつくけど、こう、ベッドの上で波打つ。波打つもそのエネルギーのウェーブがブワーッと起こって、うん、その中をこう巡ってるっていう感じになって、うんうんうん、もう、明け渡しちゃうしかないぐらいな感じのね、反応が起こったりもしたり。うんうんうん、それはやっぱりその学校というその神聖なスペース、ヒーリングが起こる場をセットしてくれていて、うん。うん、で、その高い周波数のね、場が、神聖な場で、そこにもたくさんのガイドや関係するスピリットが関わってくれてる、うん。ことをね、見せてくれ
うん、もうな、エクソシストみたいになって、もうゴーって ネガティブなものが出てっちゃって、もうベッド揺れちゃってたりすることもあった。うん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 。だから、こういうことが起こっちゃうんだ、みたいなこともね。うんうんうん、うん。ありましたし、うんうん。でも、それだけじゃなくて、そのバーバラ・ブレナンが、全校生徒集めて、そのクラス、学校の最終日に、ゴディス瞑想っていうのをやってくれるの。そうするともう、ティーチャーも生徒、ティーチャーの人も生徒も全部で700人ぐらいになるけど、大ホールに集まって一斉に瞑想して、バーバラが光を下ろしてくれる。でそこでもうその光を浴びて、もう本当にこう、なんだろう、エネルギーを浴びるっていうね、そういう瞑想時間があるの。うん、でそういうの時も本当にカタラシスが起こるっていうか、もう勝手にやっぱりヒーリングが起こって、うん、涙を流してる人や、体が動いちゃう人や、ね、すごいこう、光を見る人や、いろんなことが起こるんですけども、うん。まあそういうことが、ね、その学校では、すごくアカデミックな形で説明をちゃんと、理解を伴って、うん、その説明されるから、怪しいものではないんだっていうことでね。うん。すごい、こう、認知、世の中に認知される、すごく助けになったと思うんですよね。うん、だから、ほら、ヒーリングとかしていると、ヒーリングしすぎて、自分の健康を害しちゃったり、ね、やってあげすぎて、自分の栄養補給が足りなくなったりとか、うん、すごい人に触るだけに、いっぱいエネルギーのゴミをもらっちゃって、具合悪くなったりとか、よく、エネルギーワーカーには起こりがちだけど、すごい、きっちり、その、自分のセルフケアとか、バウンダリーとか、プロテクションとか、うん、エシックっていうの、倫理観ね。うん、すごいパワーの乱用しないように、人をマニピュレート、コントロールしたり、恐れに陥れないように、やっぱその、セラピストのヒーラーのその人間性づくりっていうのが、もう大半、半分以上占めていること。うんうんうん、うんうん。だから、第三学年になると、大概すごく鼻っ柱の強くて、ものすごい学校なんか、うーんとかって言ってる人は退学になっちゃう。へぇ、うん、そうしていらないってね、うんうん。やっぱりすごい、こう、真摯に学ぶ姿勢で、こう、来る。来ないで。要するに、チャレンジするようなキャラは、ちょっと、バチョーンって感じです。うんうん。それはでも、その学校に、なんていうんですか、学校を包んでる、その、工事領域の魂たちも、当然そこの、なんて言うんだろう。よくみんな見てるってことでしょ？みんな見てて。そうですね。うんうん。うん、やっぱりその人が本当に成長するためには、どんなにそのサイキック能力があったとしても、人間としての器が未完成であれば、そこで赤、止まりなさいっていうことが起こるっていうことを見せてくれる、ね。うん、あ、そうなんだよね。うん。ひっくり返っちゃうよね。結局自分がね、あんまり。上ばっかり開発されちゃって、下がしっかりしてないと。だから、学校にいる間は、月に2回は自分のセラピーを受けるというのが、4年間ですね、一つの生活習慣、ね、うん。グランディングも毎日常にやりなさい。そうか。今時ね、こんだけ変化が激しい時代に、その4年間のコミットするっていうのは、ほぼ難しくなってるじゃないですか。まあ、逆にね、長すぎるかもしれないけどね。そう。まあ、だから1年コミットでも大変だと思うのよね。そんだけの時間を自分のために取るっていうことがね。でも、少なくともまあ、本当に1週間のレトリートだって大変な時にね、今やね。うん、先が見えなくて。うん、すごい学校としてもチャレンジだと思うけど、まあオンラインっていう形をある程度導入してくれてるから、うんうん、自宅でね、できるようになったのは良かったよね。うん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 。だからどんな人でもさ、やっぱりその、どんなスキルが長けていても、結構人間的にまだ未熟だったりとか、人間的な弱さによってその力をうまくは使えなかったり、表現できなかったり、ね、ビジネスに。つながらないとか、なんか起こったりするから、自分を見ていくっていう、その姿勢がすごく大事でね、どの人も。うんうん、バーバラ・ブレナンっていう、その大御所ですら自分のセラピストと、
あのスーパーバイザーを持っていたっていう。ちょっと待って、スーパーバイザーは、セラピストは分かるんだけど、その、客観的にケアしてくれたり、その、補ってくれる人でしょ？で、その、スーパーバイザーっていうのは、どういうポジションなんだろう？まあ、同僚だったりするかもしれないけれども、いろんなこの、ね、セラピストとして仕事をする上で自分がこう、ちょっとあの、苦手なクライアントが来たとかさ、なんかさ、それに感情的反応してしまったとか、うん、そういった時の、なんか相談を持ち込める同僚みたいな。そうか、そうか。そういうものをね、やっぱ持ちなさいっていうのを教えてくれたので、ね、一人で全部やるんじゃなくて、やっぱり。そういうチーム、自分のヒーリングチームとか、自分のサポートチームを作りなさいって。その辺ってすごくなんか、僕今直感的に感じたのは、やっぱりその NASA のその、やり方っていうのもすごい影響あるのかなっていうね。っていうのもほら、宇宙飛行士とかって絶対そういうやり方するでしょ、その。ああ、そうですよね。そうですよね。だからすごくそこが生きてるのかもしれないよね。やっぱり独りよがりにならないように、やっぱ誰でもシャドウっていうか盲点があるから、ね、裸の王様にならないように、特にこういう仕事がさ、断言しちゃったりとかしがちじゃない？いろんなこと、そして、あの人を、すごく助けることもできるけど、傷つけることもできちゃうから、やっぱすごく注意をする必要がある。ってこともね、教えてくれましたよね。でもね、とにかく何が良かったかっていうと、その習った内容も濃いし、集まってきた人たちとの出会いも素晴らしかったけど、そのティーチャー、バーバラ・ブレナンですら人間なんだっていうことをね、すごい、本当に、ね、人間で、で、そういう素晴らしい能力をもう、磨いてきた先人がいる。でも本当に、彼らも人間、感情があって普通の人なんだなっていうのをね、見せてくれた。私たちはよくそういう能力がある人を先生とかって言って、すごい完璧な人としてこう見がちじゃないですか。でも、その学校ではすごいありのまんまの素顔をすごく分かち合ってくれたので、はい、バーバラって言えるんですよ。横目線でね。はい、ね。なんとか、ティーチャーをすごくこう、同じ視点でいてくれたっていうのがね、素晴らしかった。で、またその世界中の人種が集まる、アジアや、ヒスパニック、ラテン系や白人、ヨーロピアン集まる中で、日本人としての自分がどんな風に存在するのか。日本にいるときは日本の文化映画の中でぬくぬくとしてるけど、世界っていう土俵の中に入っていったときに、私は通用するの？みたいな。まあそうだよね。どんな風に私は扱われるの？世界で。ね、小娘なの？それとも大人としてちゃんと扱われるの？どうなんだろうとか、すごく、そういうこともあったんだけどね。だから世界の中での日本人っていうものはどういうことなんだろうとかね。どんな自分感じました？その、実際にその、当時現地の、行った時に何かこう、なんて言うんだろう。なんかね、学校の 10% は日本人だったんです。全校生徒の。だけど、最初の1、2年の時は日本人は日本人同士で固まって、ちっちゃくなってるのね。で、目立たないんです。だけど、4年生になって卒業の頃には、日本人が姿を表す、自己表現バンバンし始める、慣れてきてね。だから、日本人っていうのは素晴らしいものを持っているんだけど、自分を表す、自己表現することに対してのブロックがあったりする。出る杭は打たれ出るとか、みんなと一緒にしてなきゃいけないとかね、そういう文化言い方があって。でも、アメリカというところに出たら、それは美徳ではなくて、全然目立たなくて、相手にされないってことでもある。ということに気がついたときに、スイッチがオンなのね。で、発言とかも、譲らないで自分が入っていうようになった時に、ものすごいこう日本人がガーッと出てきてね、最後的にはアメリカ人の中で引きを取れないぐらいすごい
リーダーシップ取ってったりする人をいっぱい見たんですよ。うん。うん、だから日本人は自己表現っていうことに対してはちょっと苦手ですけど、アメリカ人は得意でね。だからこういうふうに位置づきがあるけど、実際実力的っていうか中身の、あのクオリティはものすごいものを持ってる民族だから、自己表現っていうものをね、うん、恥ずかしがらずに、自分をちっちゃく扱わずに、ありのまんまを本当に気持ちよく表現したときに、これすごいっていうことに気がつく。私も自分の中で変化をしたし、周りの人も、人の、周りの日本人もそれを気がついて、うん。うん。だから、すごい良かったです。で、日本人っていうことがすごく素晴らしいっていうことを改めて思ったんですね。に、うん、日本の民族に生まれて良かったなって。で、今も、ハワイ島に暮らしてるけど、日本人は優秀だってことはもう本当に思う。ハワイ島にもやっぱり日本人のこう仲間っていうかこう認識してる人たちっていうのはやっぱりある程度いるわけですか？うん。ね、やっぱり海外に出ると、その、あの、口数少なくてあまり表現をしないっていう時は、うん、自分のがドアマットみたいになんか、ね、待ってくれないし、自分が入っていかないと聞いてもらえないし、うんうん、で、そういう体験をすると日本人もちょっとこう、鍛えられるじゃない？うんうんうん、だから、あの、こう、海外に暮らしてる日本人は強い、ある意味鍛えられると思うんですよ。うん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 、その自己表現だったり、自己主張っていう点においてね。うん。あの、その個性化っていう点で、日本にいたらその必要がないっていうか、それはあまり、そういうチャンスもないっていうか、する必要もない、ね。うん。まあ、ちっちゃくまとまっちゃいやすいっていうかね。うん、そうだね。で、なんかちょっと可愛くちっちゃく収めとくみたいな。それが安全みたいな。うん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 、こっちはやっぱり、自分を大きく見せるっていうことが、とにかく当たり前とか、主張してなんぼ。だったりするから、うん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 、その部分を少し日本人がマスターしたときにちょうどいいバランスになるっていう感じかな。そのスクールの時はだいたい集中的にそういう環境で初めてそういう環境の中に行った日本人の人がだいたいどのくらいのスパンで、個人差はあると思うんですけど、うん、そういう感覚にこうスイッチが入ってたっていうの、アバウトに言うとどのくらいでした？いや、明らかに1年生の時と4年生では、全然その存在感とかあり方が違っていて、うん、もう4年生の時の、クラスの中でも意見を言ったりとかね、うんうん、数学さんつけてでも、すごい発言していくその内容の意識の高さとか深さとかが、ものすごい感動的で、だから4年目はもうすごい、ほぼ3年ぐらいですよね。うん。あのね、やっぱり1年目は自分との関係性を見ていくのね、うん。で、2年目は他者との関係性をその上で見てて、3年目は自分と神との関係性を見てる。で、4年目は私は神であるって、そういう意識に存在するっていう、その先があるのね。そのテーマがあるの。うんうんうん。うん、だから、その2年目ぐらいですごいローアーセルフとか自分の内側の痛みとか恐れとかを見ていく、ドロドロワークする一年があるから、そこを超えると、なんか、すごい、吹っ切れて、なんかこう、クリアになって、本来のその人らしさが出てくるっていう感じみたいですね。うん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 、ある程度やっぱ自分の中のその、恐れや怒りや痛みや、うんうん、そういったネガティブと言われる、まあ、重たい感情とかのお掃除をしていかないと、うんうん、ね、自分とつながって自分を表現していくっていう難しいのかなと思ってね。そうか。だからなんかヒーリングを習ってはいたけど、それよりも価値があったのはそういう自分トレーニングみたいな機会をものすごいさせてもらって、それがまた、なんか4年生、ん？それがまたその卒業してからのその人生に影響を与えていくわけですもんね。あ、もう本当にそう。私はね、その4年生の時にもう一番 I am God っていうね、I am God ですっていう意識でいなくちゃいけない。で、卒論も書かなきゃいけない時にちょうど離婚っていうのが重なって、う
ものすごい大変だった。うん。すごい。でもまあ、辛くも学校に行ってたおかげでいろいろなサポートもあって、うん、卒論も書いて、ね、イルカと泳ぐヒーリング効果っていう卒論は、その年のトップ10に選ばれて、全校生徒と700人、ね、先生たちの前でもプレゼンテーションする機会に恵まれて、そういうチャレンジって普通ないじゃない。英語でやって。そういうチャレンジの機会を与えてもらって、それを達成していくっていうことがね、やっぱり何よりもやっぱりその自分の肥やしになった。ストレッチしてもらった感じです。またそこで、その、卒業間近でバンとパートナーとも切れて、また新たな人生の創造に入っていくわけですか？入っていった。パンと切れなくてね、その離婚を決めたのは、その、卒業の年。で、離婚に踏み切ったのもそうだけど、離婚するのに2年かかって、その痛手から立ち直るのに10年かかった。だから、自分はそのすごい、順風満帆に生きてきたけど、もうドツボも体験した、その時。すべてを失うような体験をしてね。で、自分の夢も希望もアイデンティティもなんか、すべて失った。なんか、破壊と創造ってハワイ島のテーマだけど、全部崩れちゃった。バーバルの学校卒業したけど、もう自分自身が崩れた。そこまで頑張ったけど、全部ダメになった。っていう感じで、悲嘆に暮れて数年過ごし、本当になんとなく回復したなっていう風になるのに10年かかる。やっぱスピリチュアルクライシスっていうのかな。でもやっぱり、ね、戻ってこれたのは、そういう経験をして、来たから、またこうやって戻ってこれたけどね。そうか。10年もか。いや、人生ではさ、やっぱりなんか予想しないことって起こるじゃない。ね、起きてね、欲しくないこといっぱいあるけどね、起きるか限らないですよね。ね、順風満帆に行ったらいいけど、そうじゃない。ね、いろんなことが起こる。その時には本当に、めっちゃ落ち込んで病気になっちゃったりとかしないように、ね、周りにあんまり影響を受けないでいられるぐらいの、やっぱ自分の軸っていうものを作っておかないと、今の時代は大変だよねって思って。いろんな価値観も変わってきてるからね。ね、何が幸せ、私にとって何が幸せ、あなたにとって何が幸せって価値観もものすごいもう変わっていて、ね、10年前とは違う。10年前できたことが今はもう全然もう意味がないことだったりもするし。なんかほら、まずは本当に。無農薬リンゴを無理って言ってて、その成功させてたほら、その木村さんっておじいちゃんいるじゃないですか。ああ、はいはい。この人が僕なんかね、苦労されて、なかなかリンゴができないって、すごいこう、まあ、もう死んじゃおうかっていうところまで行くところとかって、すごくね、人間がね、今までその自然にしてきたことに対する、なんかこう許されるまでの、なんかこう受難みたいな感覚が僕にあるんですよ。で、その許されたところから、その、またこう、なんて言うんでしょう、再生していくっていうか、もしかしたら、まあ、僕のね、あれだけど、勝手な、もう、見方だけど、なんかこう、イルカの、人間がイルカにしてきたことっていうのを、こう、一部こう、イルカが背負われたのかもしれないね。こう、家族とほら、泳いでたところをバーッとさ、取られちゃったりとかさ、その、なんて言うんだろう。誰かが、そういう、なんて言うんだろう、こう、そういう人生というか、こう、シンクロする、だろうね。そうね。なんか、まあ、ハワイ島に暮らし始めてから、その、まあ、バーバルの学校もここから通ったりしてたんだけれど、やっぱり海の中のイルカたちの感覚っていうのがすごい自分の中に、入ってきていて、彼らのその平和的な調和的な特質、もうそういう生き物なのね。動物は全部愛しかないっていう感じだけど、彼らは本当にもう
高い知性を持っていて、その、無条件の愛で群れを成して生きていってね、もう、進化した存在そのものっていう感じなんだよね。うん。そうそう。まあそういう中に、と触れる中で、やっぱり、どんだけ人間っていうのがまだこれ、まだ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 、まだまだ、あの、未開拓っていうかさ、あの、恐れも不安も怒りも、ね、自分たち同士で親子で殺し合っちゃったり、同じ人種同士で人間同士で殺し合ってる。同じ種の中で殺し合うっていうのは、動物たちはそんなしないよね。だから私たち人間がどんだけ残酷かっていうことを、なんかすごい、私たちが地球上で行っていることがどんだけ無知なのか、どんだけ他の生き物に迷惑をかけているのかは、もう体感としてなんかすごく感じてしまって、感覚としてなんか自分の軸がこう、やっぱり、アニマル軸になっちゃった。アニマル軸、なんかね、野生の少女みたいな雰囲気は常にありますよね。そうだね。なんか、まあ、感覚的にそういう部分と触れ合ってる時間が多いから、なんかあの本、どっちの本だったか、アヌーが教えてくれたことか、あれ？イルカが教えてくれたことか、アヌーからの伝言か、どっちか忘れたんですけど、ダイビングをだからこう、やられてて、海の中に入って、アヌーちゃんの本が。どっちだったかわかんないんだけど、海の、海の中に潜っていったときに、ゆりかさんが変性意識に入られたっていう、あ、それはこのアヌの中に書いてある。その時もちょっとね、興味深くてね、もう、かれこれでも僕も、ね、8年前ぐらいなんだけど、あ、そういえば聞くの忘れてたわっていうことなんですよね。ああ、ね。変性意識っていうのは当然僕も普段こう、入ることはあるんだけど、海の中で入るっていうのはすごいこう、なんて言うんでしょう。面白いなっていう、なんかこう、そういうシーンがありましたよね。海の中潜っていった時になんかこう、渦みたいな感覚にこう入ってた。あ、くるくるこう、なんかこう、回転して泳ぎたくなって。まあ、そこに、目に見えないんだけど、イルカがいる感覚になって一緒に泳いでたっていう。学校卒業してから、ハワイで。あれはね、バハマだった。バハマ諸島にボートをチャーターして泳ぎに行くツアーをやってたんですけど。バハマっていうと中米ですか？アメリカの大西洋側、マイアミの外側、フロリダ半島の。大西洋側。うん。あ、じゃあ、メキシコ湾行かないで、もうちょっと上、メキシコ湾の上ぐらい。はいはい。で、こう潜っていったときに、何が起きたの？いや、何も起きないんだけど、泳いでる時が、なんだろうな、ハートの感覚が全部になるっていうか。なんかでもぐるぐるこう回ってみたいなことが書いてあったじゃないですか。うん。どういうふうに文章にしたかわかんないけど、その時、なんか、そこにスピリットのイルカが来てるから、泳いでってごらんとか言われて、見えないじゃんとか言いながら泳いでいって。その辺が聞きたいんですよ。その、だから、あ、そう。要は物質ではない、スピリットのイルカが来て、ついにおいでみたいな風な形で、こう、なんてでしょう。連れられていった感覚っていうことでじゃあいいんですか？うん、なんかね、イルカの姿が見えないけど、イルカたちがやってきてる感覚になって、で、私がこう、スクリューみたいにしてこういうふうになって泳いでいたら一緒になってぐるぐる回っている感じ。私が頭下になってこう海底の方7メーターぐらいの海底に向かってこうスクリューで泳ぐっていう泳ぎ方をして、でそれと一緒にこうイルカがこう絡んで泳いでいる感覚になんかそのなったの中に包まれた感じ、でその時になんかこうまあ、頭っていつもこうなってて、こう反対向いてるし、くるくる回っちゃったから、もうなんか、どっちが上でどっちが下か分かんなくなってるわけ。それが変性意識だったのかなって。
思うけど、そんな感覚で上がってきた時にもう完璧にぷわーって広がっちゃってて、あ、もうちょっと、なんて言うんだろうね、それ。ヨガで、なんて言うんだろうね。なんだっけね。サマディか。サマディっていう状態か。そうね。まあ、その時の体験はそんな感じで、なんか意識がすごい広がっちゃった感じね。なんか自分の体とかがもうあるとかいう感覚はなくて、うん、広がっちゃった感じ。いや、その、ね、うん、その本に書いたんですよ、それがね。そこのシーンがなんかすごい、うん、すごいなっていうのを思ってたんですよ。あの時は、その、バハマっていうのは世界一フレンドリーなイルカが生きてるっていう場所と言われてて、一週間のダイビングボートチャーターしていくわけです。で、その時に、あの、E.T. シャーリーって E.T. のウォークインって言われる人と一緒に行ったりとか、うん、うん。なんか、結構面白い、ね、人をゲストに迎えて、フォトグラファーとか、うん、うん、ジャック・マイオイのフォトグラファーとかさ、イルカと関係してる。と関係のあるフォトグラファー、うんうん。彼の息子みたいな感じでずっと彼の写真をずっと撮り続けてた、うんうん、名前で忘れした。お兄ちゃんがいてね。うん、で、彼はイルカの解放活動家をもしていて、フロリダで。うんうんうん、だから、スティーブ・マカーラックっていう、すごい素敵な男性だった。で、彼なんかゲストで来てもらって、うんうん、それで、クスト財団の、お嬢様なんかも一緒にゲストで来ちゃったりとか。へ、で、過去生でイルカのアヌーの恋人だった、ダニエルなんとかっていうフォトグラファーも来ちゃったりとか、なんか面白い人がいっぱい撮ってね、珍道中してたよ、毎年。へぇー。まあ、船でバーッと行って、そこからそこにみんな乗せて行って、で、こう潜って、海の中でこう、連れてったりとか、うん、なんかこう、そういう感じなんですか、うん、様子見てたりとか。うん、そうそう、その当時はね、まあ、ダイビングボートチャーターして、バハマバンクスっていう浅い海域に行くわけ。うんうん、フロリダからちょっと10時間ぐらい行ったところ、うん、そこイルカの来る浅瀬、うん。もうクリスタルクリアーね。水色の海で、うん。で、そこにボート停泊していると、イルカがあっちの方からピューって遊びに来るの、ボートに。うんうんうん、で、ぼちゃんとみんな入って、キャ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 泳いで、こんなになって。で、行っちゃったらまた陸に上がって、ご飯食べて、喋って、笑って、寝て、うん、ご飯食べて、笑って、寝て、うん、これを一週間繰り返すツアー。そう、海のヒッピーみたいな感じだね、もうね、でもね。ああ、もうね、でも世界一幸せだね、私たちって、そういう体験。そうですよね。そこまでね。陸を見ない一週間。うん、あ、一週間ずっと？うん。じゃあもうクルーザーだ。ああ、ダイビングボート、だからキャビンが中にあって、うん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 、地下で寝て、まあ、星空見ながら甲板で寝ることもできるんだけど、一週間陸を見ないで、そしてその知的な生命体のイルカたちと遊ぶだけの一週間って、うん、遊ぶっていうのがなんか私たち、うんうんね、うん、いろんなものが、なんかネジが緩んでって、最後すごいみんな大ハッピーになっちゃう。大ハッピーになっちゃう。ね。当時はほら、携帯とかもそんなにないから、うんうんうん、1週間連絡がつかないような感じでボート乗ってね、うんうんうん、行く、うん。で、今この瞬間に起こることしかなしみたいな、うんうん。そこでは仕事しようと思っても、本当にこんな広がる空と海見てたら仕事のフォーカスなんかできなくて、うん、みんなぼやーって昼寝したり。うん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 、いい、何年分かの命の選択をして帰る、うん、そのお話からこうなんか伝わってくる感じがします。伝わるんじゃないかな、だから、うん、ね、そう、うん、ね、だからいい時代だったなと思って ね、 ね、青春みたいな、うん、10年間だった、ね、え、30代、30代は毎年夏その、うん、ドルフィン、バハマのオーシャンスイムやってたから、ドルフィンスイム、逆になんだろう、ほら、その、例えば僕なんか自然界ってすごくその海も山もこう、厳しいイメージの部分も同時にあるんだけど、豊かな部分と。うん、逆に、こう、ここが怖かったとか、そういうのはな、うん、全然ない。ああ、やっぱり、
ね、海だからハリケーンのシーズンでね、は、うん、ちょっと早めにハリケーン来ちゃった時に、うん、もう一日でバハマの海域に行ったんだけど、一日でも帰らないと直撃っていう時があって、うんうん、もうこんなの波の中を、その私たちのボートが一波一波縫うようにフロリダまで帰った時は死ぬから思った。へえ。だから海もやっぱりすごいいろんな表情があるから、ね、自然ってすごい、うん、私たちは陸に住んでる生き物で安定した中にずっと慣れてるけど、うん、本当に海って形を変えて、私たちを飲み込むのことなんて簡単じゃない？うんうん、ちっぽけな私たちなんだなーなんて思ってね、うんうん。だからやっぱり海っていうのは地球の 70% を占めるから、うん、海の中に生きているその生き物や海の中の世界っていうのが、私たちはまだまだ知らない世界でしょ、うん、この地球のね、うん。それをね、イルカがいるおかげで、こんだけ知ることができて、世界が広がったし、うん、やっぱり陸を破壊し続けてきた私たちが、すごく、なんか謙虚になる機会を与えてくれてるな、ね、うん。だからどんな人にも、海に出かけてってほしいし、海の中見てほしいし、イルカとかとね、泳いでほしいなって。うん、思って。イルカ、ハワイ島で活動。生物はその海のイルカをメインで、そのイルカ以外の生物も結構やっぱり出てきます。サメとかも出てきたよね。もちろんウミガメさんとかもいっぱいいるし。もうリアルウミガメ、うん、泳いでるやつ。リアルでかいこのウミガメ。ね、うん。カミさんすごい、ハワイ島でもいっぱいいるけど。うんうん。うん、いいね。いいですよね。好きな人多いでしょ。で、サメとかもいたね。サメの海域っていうのもあってね。まあ、イルカとテリトリーね、サメもいそうだけど、うん、全然それだ、危なくないサメは。いや、サメ危ないでしょ。危ないよね。うん。結構大きいやつですか。うん、タイガーシャークとか言って、好きな人は好きなんだよね、サメ。あの、ダイバーの人でもね、たまにいる。うん、うん、うん。うん、まあ、あの、彼らの海域とイルカと泳げる海域は離れてるから、うんうんうん、普段ドルフィン住むときは安全、まあ、ほぼ混じることはないけど、うんうん、わざわざ深いサメのいる海域に行ってみて、ちょっと泳いじゃうみたいなアトラクションもあります。サメの海域がちょっと深いんですね。そう、サメ深いんだけど、おとといかな、マウイでサーファーがシャークアタックにあって死んじゃったっていう話が。もうそれはもう岸から10メーターぐらいのところですよ。ああ、もう来てたんだ。で、うん、要は、噛みつかれたってこと？そう、ばっくりお腹、脇、やられて、亡くなったっていうのを今日聞いて、うんうんうん、まだちょっと詳細チェックしてないけど、うん、やっぱり海だから、あの、濁った海の、あの、川の水が海に流れ込んでいるところだったんだって。そういったところは濁っているから、餌と間違えて、ウミガメとかと間違えて人間がぶってやられちゃったみたいなんですね。あ、そうか。だから見えてないんですよね、きっとね。その。そう。だから濁った日とか、サンセットタイムは海入んない方がいいって言われて。うん。もう感覚でなんか動いてると思ったら噛みついてくる場合もあるってことですもんね。お腹空いてたりするとね。うん。すごい。餌がいっぱいあるところではそんな襲ってこないと思うけどね。うんうんうん。まあでもその濁ってるっていうこと自体がもうその、何その、汚染なわけですか？うん、それはね、あの、山の川の水がこう、濁流でこう、海に流れ込むところは、やっぱり、巻き上げるから。うん、ああ、そういう意味で土とか。うん、そういう意味で。うん。そうか。あとは、大雨の後とかも巻き上げて、濁っている、うんうん。うんうん。そういった時が危ないって言われてるね。うんうん、まあ、やっぱり毎年、そういう事故もありつつ。うん。うん、若干あるけど、まあ、交通事故の方が数は多いよって誰か言ってます。そう言われたらそうだね。うん、余計怖いっちゃ怖いですよね。そっか。まあ、注意をしながら楽しむしかないです、ね。うんうんうん。いや、逆にもうね、でもそこまでこう、楽園的なとこまで一気にバーンと行くと、こう、まあ、日本から来た人なんかもね、浦島太郎っていうかね、まあ、それもちろん経験したくて行くんだけどね。うん。やっぱりね、海、ね、海、日本は四季があるから、ね、夏しか海に入れないじゃない？うんうん。うん。ね、冬はサーフィンとかもオートスーツ着ないと。
あれだし、うん、まあ、ハワイは年中、水着で入れるようなところがある、ね、そんな気温だから、うん、やっぱ海にという自然に慣れ親しむ、住んでる人が多いね、うんうん。そうするとさ、なんかアイランダーってね、私、日本から東京出身でハワイに来たときに、うわー、ハワイの人たちって脳みそのシワが少ないんだと思ったの。楽観的に。繊細さに、そういうこと、うんうん、大雑把っていう感じ、うんうん、日本とかニューヨークとか都市部は、なんかすごい人もいっぱいいるから、ストレスもあるし、情報もいっぱいあるし、細やかに対応していかないと大変じゃない。だからシワもいっぱい、細やかに、張り巡らされてるんだけど、こっちって結構海でザブザブしちゃったりすると、なんか流れちゃう部分あるから、うん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 、問題が問題でなくなっちゃうとかあるから、うん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 、セラピー行くより海で泳いでビールでしょみたいなところがあるじゃない、うんうんうん、アイランドライフってね、うんうんうん。だから私もこっちの暮らしをしてなんか20年ぐらい経ったら結構脳みそのシワが、日本人としては昔と比べたら薄くなって減った気がする。だけど、やっぱりこの島の、ローカルの人とかと比べるといっぱいシワって言われるけど。細かいとか、リラックスとか言われるけど。はいはい。日本の友達からすると、ゆりかちゃん大雑把すぎるって言われるけどね。どう？うん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 。そうだね。もう日本にいる時痩せてる、あ、違う違う、太ってるって言われても、カナダに行ったら痩せてるって言われたもんね。あ、そうだね。うん。そうだよね。日本は結構スリムが当たり前だもんね。うんうん、そう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 。気にする。太ってるうちには入んないよね、ヨシキさんぐらい。え？ちょうどいいって言われるんだよ。ちょうどいいって思うようにしてるの、いつも。そう。ね、でも本当に、そうですね、そういう体験、貴重な体験っていうのを、まあ今もハワイ島で何かこうリトリートとかそういう形でもやられてるんですもんね。もちろん日本でもやられてるけど。うん、日本にはね、年に2回、春と秋に帰って、セミナーだったり、ちょっとレトリートやったりするけど、うん、まあコロナの影響で今年は全然帰れず。うんうんうん。で、来年とかの春とかも全然予定を立てていなくて、また逆にこっちでレトリートをこう、私体験してもらうのが好きだから、ね、レトリートとかドルフィンスイムとか、うん、ハワイアンデトリート。ドルフィンスイムだったらやっぱそっちのね、その土地の方がいいもんね。そう。でも、ほら、飛行機乗って来れないことには体験が起こらないから。うんうんうん。まあ今はね。うんうん、今お休み中ですよね。うんうんうん、それが、その、でも、ゆりかい、うんうん、ゆりかいですよね。そう、ゆりかい。ハワイ島。ハワイ。うん。うんうんうん、まあ私、あちこち、まあオアフ島とかにもよく行くので。うんうんうん。でもまあメインはハワイ島での、その、アクティビティを、癒しとか目覚めの体験をご一緒するっていうことで、うんうんうん、やっている感じです。まあ、来年の2月ぐらいまではちょっとね、ツーリズムも全く動きそうもないから、コロナでね。うんうん、いただいた休暇と思って、思いっきり体調を良くして。うんうんうん、海もね、気になる、なるし。遊ぶ。海も綺麗になりますもんね、観光客。ああ、すごい綺麗です。ちょっと休むっていうかね、また戻ってくるもんね。もうね、やっぱすごい綺麗になった。ワイキキビーチも先週行ってたけど、人がいなくて。綺麗ね。昔の空と海が戻ってきてる。やっぱりその、あれですよね。ちょっとこう、まとめるとっていうか、こう、ヒーラーっていうのは、その、まあもちろんヒーリングをやる人だけがヒーラーではないと思うんですけど、まあいろんな意味でのそのヒーラーって、やっぱりすごく自然と密接に関わってるんだなっていうね。うん。ねえ、私たちもやっぱり。あるんですね。うん。そうそう。僕もよく、まあよくよく考えてみると、まあね、よく自然と触れ合ってるし、うん、そうそう。今朝も子供送ってって、そのまま山ちょっとの上まで登ってって、こう、
空気をね、新鮮な空気をいっぱい吸ってたりとかっていうのがこう、あって、やっぱりすごく、ヒーリング、人間のだからその、なんていうんでしょうね、バランスを整えたり、こう、活力を与えるっていうのは、やっぱこう、自然と切って切り離せないですよね。そうですね。私たちも生命体だから、ね、自然とつながって栄養補給をできるっていう感じだよね。そうか。こういう、ね、ところで、だから、まあ、うちの子供まだ全然ちっちゃいけど、もうちょっとね、ダイビングとかできるようになったら、そういう体験ね、できるとまたいいかもしれないね。そうだね。いっぱいね、ちっちゃいうちから体験させてあげると、楽しみだよね。なんかその後ろのチャクラポスターっていうかね、チャクラ、その、掛け軸みたいなのいいですね。そう、これもすごい昔バリで買って、ずっとうちの壁にあるシルク。ね、もう、かなり傷んでるけど。いいじゃないですか。ね。ね、やっぱりね、チャクラについてとかって、その、やっぱり、まあ僕もヒリウのアカデミーとかってこうやったりとかして、こう、チャクラ伝えたりとかいろいろワークしたりもするんですけど、やっぱりその、なんて言うでしょう。チャクラについてとかも、もうその、やるわけですよね。アカデミーでもね。あの、バーバラの。バーバラのアカデミーでもやるんですよね。ああ、やりますね。いろんな、解釈とかが、あるけど、まあ大体同じですよね。やっぱり、そのチャクラのテーマ、ね、ハートチャクラであれば愛とかね、人間関係。なんかそのチャクラってすごいな。テーマからつながっていて。なんかもっと、一般的にもっとこのチャクラっていうのがなんかこう、ね、知られるとなんかもっといい気がしますよね。あ、でも結構時代によって、まあ、知らない人はいないし、だいたい聞いたことあるって人は増えてるでしょ？増えては来てると思う、どんどん。すごい。昔は怪しい言葉だったけど、今や市民権を得たもんね。市民権得てます？得てるかどうかは分かんない。知らない。日本にいないから分かんないけど、私が住んでるここら辺ではもう当たり前ですけどね。あ、そっかそっか。じゃあもしかしたらそうなのかもしれないね。ね。やっぱりね、今、僕の、例えば早まで、その、チャクラって言って、分かる人の方が多分少ないとは思うけどね、まだね。あ、ほんと？それも、まあだからさ、幼稚園の、お友達とか、そういう意味ではね、スピリチュアルな、その、セミナーになれば、それはほとんどの人は聞いたことあると思うんだけど。いや、だから本当に日本とかもそうだけど、その、スピリチュアルで、アウェイクニングな話をしていて、食べ物とかもそういう気をつけていて、ね、今起こってることを目覚めようとしているっていうのは、全地球の人口上のほんのこの何パーセントでしかいなくて、大半は、ね、目に見えることが全てと思っていて、テレビのニュースで流れてきてることが真実と思って、まあ、いるわけでしょ。その意識レベルによって見てる地球が全然違うっていうか、いてる地球がもう全然、こんな感じになってる。いいね、話が合わないっていうか。なんかちょっとメッセージ性がありそう、それは。ゆりかさんの。ね、今回の。そうね。だからまあ、あるか。地球にいても違う。だからもう、そのテレビとか真に受けなさんなってことでしょ。でもあそこではね、私広告代理店10年いたけど、ものすごいやっぱコントロールとかあるじゃないですか。あの世界は。もうスポンサーの。そこまで僕はわかんないけどさ、代理店のことはさ。でも、ね。そうそう。だからメディアで流れてくるメジャーなニュースは全部コントロールが入っていて、このようにマニピュレートしたい、情報操作したいという情報を流してるだけなので、それを真に受けちゃうからテレビは見ない方がいいって言って、私は20年前からもテレビ全然持ってない生活。お、20年持ってない、すごいですね。全然持ってないよ。
見てない、うんうんうん。たまに日本旅行に行って家のテレビ見ると、すごいくだらないなんか、なんか芸人番組とかって、時間の無駄とかってバチンだけど、結構みんな習慣的につけるじゃない、朝起きてニュースなんとかかんとか。うんうんうん、あれはもうやめた方がいい。うんうんうん、あれで眠らされちゃうか。そっか。うん。そこら辺全然テレビ見る人いないよ、ハワイ島で。あ、そうですか。うん、ほとんどインターネットとかで、うんうんうん、ツイッターとかで情報を拾って、うん、YouTube とか、うん、CNN とか、ね、メジャーなニュース番組はもう大嘘いっぱい流すとかって、うんうんうん、日本も同じだと思うので、うんうん、やっぱりこう、もう本当に今はどの、何を信じるかによって見える、うん、世界が全然違う、ものすごい不安を見てる人もいれば、ものすごい楽天的な世界を見てる人もいるし、うん、どこにアクセスして何を自分が確認してどういうふうに捉えるかによって全然同じ地球にいるけどみんな違う世界を見てると思うんですよ。だからやっぱりすごい、コンシャスリビングって言って、その自分で情報を選択して、うん、見極めているような生き方とかをしていかないと、もうどんどんコントロールされて翻弄されていってしまう。テレビは見ない方がいいっていう。うん、だからね、簡単に言うと、大手広告代理店で10年勤めたんですっけ？うん。ね、だから。そうそう、バブルの時代です。バブルの時代ね。僕がまだ、バブバブしてた、うん。生まれたらそうだよね。うん、子供ぐらいだった時だと思うんですけど、今のね。だから僕的にすごくね、その今、おっしゃったことをこうまとめると、やっぱり、なんて言うんでしょうね。もともとだから大手広告代理店で10年も勤めていて、で、まあその中で、まあ自分の中でのその経験とか気づきっていうところから実際に、なんて言うんでしょう、その自分の心の方に従っていったっていうところがやっぱりすごく大きなメッセージなのかなって思いますよね。やっぱり、逆説的に言うと、結構その、こう自分の中でちょっと違和感感じたり、こうね、今自分のやってることっていう中にすごく実は次に向かう気づきとかっていうのがあったりする方が多いとは思うんですけど、とはいえ、一般的にはとか、ね、とはいえ、今の、なんて言うんでしょう、全体的にはこういう感じだから、なんか私が間違ってるのかなみたいになっちゃう人の方が多分数としては多いんだよね。それがなんかすごく ね、そこをこう超えていくかいかないかっていうのはもちろん、その、うん、ね、タイミングとか個々のその時の実力っていうかそういうものもあると思うんだけど、ゆうたさんの場合実際に、その、ね、それを行動に移したってことがやっぱ大きいですよね。そうだね。まあ、体もボロボロだったんですもんね。その時はね、体もボロボロだった。それで、やっぱり自分の内なる声は、ね、訴えていたよね。これじゃないよって。そこが知らない、意識化はできてないけど、でもやっぱりガイダンスの声っていうのを受け取ってたんだよね。うん、今から思うと。今、ここで、こっちを選ばないと、すごい後悔するよっていうような声が聞こえてきてね。まあ、病気になってもう死んでるかもしれないしね、今頃ね。ああ、そうね。もしかしたらね。で、やっぱりそういった時って、やっぱり私大きくね、そのスピリットガイドとかに助けを求めるってすごく大切だと思って、うんうん、ね、困った時の神頼みじゃないけど、やっぱりそういう大いなる存在の助けを受け取るっていうこともすごい重要で、うん、ね、タイミングよく、ね、うん、ある人に出会わせてもらって、そこからこう道が開けていったり、そういうことみんなあると思うんですけど、うん、それってやっぱり自分からこう、そういうドアを開いておかないと、リクエスト出しておかないとね、うんうん、自分が意識的にドアを閉めてるかもしれないから、うんうんうん、なんかこうそういった時すごく求めていたんだよね、私、変化を。だからすごい助けてって、何かヒントをくださいとか、何かきっかけください、すごい伝えてたと思う。だからピーンピーンってよく入ってきてた、うん、だと思う。法事領域ってね、結局、汚れてないわけだからね。その、汚れていない領域っていうのが、その、だから、工事の、なんていうんで、そういうスピリットの領域っていうかね。
だと僕は思っていてね。まあ、その手つき。その、声が、メッセージが来たときに、でも自分の考えではそれはとっても危険だと思ったときに、行動が起こせなかったりするよね。よくね、躊躇したり。でもなんか、ところてんみたいにこうプロリンって出ちゃうみたいなさ。なんか押してるから誰か押したでしょみたいな、ことも起こったりするよね。もう思わず口が喋っちゃってたとかさ。そんな感じで行動してきたかなって感じ。だから、そうだね。まあ、それがあって今があるわけだからね。そうだね。そうです。もともとだってね、ハワイでも日本でもそういうふうに、シャーマンの文化とかね、そういう巫女さんの文化であるとかっていうのは、そういうふうにしてね、そのガイダンスを受け取ってくるっていう歴史の方がよっぽど長い歴史があったわけですからね。そうだね、もう本来の形ですよね。ね、すごく興味深い領域ですね、なんか。まあだから一般的な、そのだからそのなんだろう、数の原理であるとか、そういうね、多ければいいっていうわけじゃないので、そういうところになんかこう変に惑わされないようにするっていう意味でも、まあテレビもちょっと気をつけた方がいいわけだしね、まあ自分だから内なる声っていう部分っていうのをもっとこうしっかり価値を認識していいんだよってことですよね。そうそう、やっぱりね、自分の内なる声なのか雑念なのかね、妄想なのかわからない、混乱しちゃったり。ここまたね。しがちだと思うけど、まあ自分の内側と繋がるっていうことを、心がけ、だけでもすごく、エネルギーが内向きになるから、外向きにガーっていくより、内側に向いて、ちゃんと溜めておくみたいなのが、今、いいかなっていう感じですよね。はい、ありがとうございました。なんかね。はい、ありがとうございました。今回はね、はっきり出てきたなって気がします。今回何が？その辺のメッセージ性がね、やっぱりほら、その、ね、そういうふうに生きてこられたっていうことがすごく説得力あるので。30年。好きなことして30年だね。まあ、ほら、最初からみんなね、やっぱり、なんて言うんだろう、僕なんかもそう思われるんだけど、最初から、例えばじゃあその能力があってとか、最初から、もうそういう風なスピリチュアルに生きててって、みんな思って、自分と勝手に違うようにこう、するん、して、勝手にハードル高くするんですけど、ゆかさんから、もともと大手広告代理店でバリバリ勤めていて、辞めるってなったら、なんで辞めるのって絶対言われたと思うんですよ。言われた言われた。なんで、何考えてんのっていうね。だから、それ、ちゃんとそういう経験もしてるんですよってこともすごくね、ヒントになるだろうし。こういうのがあって、でもまあやっぱりその、心の葛藤の中で、なんかこうね、光をこう、導き出していくっていうかね。そういった、ことは、まあ、すべからずみんな通る、もので、全然別のね、なんて言うんでしょう。特殊な人っていう、ではないと思うんですよね。本当に、誰もが今ね、自分のその、生まれてきた意味、ライフパーパスに沿って生きていきたいって願っていて、自分らしさを表現して生きていきたい。で、それで、生活していきたいと思ってるじゃない？そうそう。で、それは、ほとんどの人が。ね。やっぱりその、生命的に考えても、間違ったことじゃないわけですよね。いや、間違ったことではない。だから、それを本当に意識化して、その自分の意図、インテンションを本当に、こう、何、しっかり持ち続けるっていうのがね、大切で。結構諦めちゃったりするので、持ち続ける、もうへこたれずに持ち続けていると、届くっていうかね。その一踏ん張り、もう一踏ん張りなんだと思うんだよね。立派なことですよね。そういうね、なんかこう、こういうふうに生きていきたいなとかってこう持ち続けるってことはね。ね、諦めがちだし、くじけがちなことは多々起こるんだけど、それでも持ち続けておきたい。自分のために、ね、口になっても。人間ですからね。人間だから、そう。ね、そうすれば、
ガイドたちの助けがやってくるかもしれないですね。そのね、信じるか信じないかはね、どのぐらい信じてるかみたいなところが関係してきますからね。うん、そうね。はあ、うん、いやいやいや、非常にね、感慨深いものがありました。またぜひ、今度ね。ありがとう、よしきさん、呼んでいただきます。来年でもまたよろしくお願いします。はい、こちらこそ。いい、じゃあ、年の瀬と2021年、お迎えください。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。